LG Electronics LG V30 LG V35 LG Electronics LG G シリーズ LG V35 イ、e、サ i V30 LG V35 は韓国の LG Electronics によって日本国内向けに開発された au ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話の第3.9世代移動通信システム第4世代移動通信システム対応スマートフォンである LGV34 の後継機種でグローバルモデルである LGV30 の日本国内ローカライズモデルとなる。なお、本機種は微細イイシリーズであるが V シリーズの端末にも属する。仙台機種と比較して画面サイズがアップしており、さらに Google の VR サービス、DayDream にも対応している。仙台機種では IPS 液晶を採用していたが、本機種では LGL23 以来となる UKL を採用している。動画撮影機能が強化されており、映画のように撮影することができるシネビデオ機能を搭載している。また、動画撮影時に自然なズームを可能とするポイントズーム機能が搭載されており、タッチした場所が自然に画面の中央に来るようにズームすることが可能となっている。音響面では仙台機種に引き続き、 バングオルフセンが監修しており、新たに MQA フォーマットの再生にも対応している。その他の機能として、異彩シリーズでは、初となるミル STD810G 相当の対衝撃性能を装備している。キャッチコピーは圧倒的映像美と迫真の音質。すべてのリアルを映し出す先進モデル。ちなみに、正式記載はないが、非接触充電に対応している。また、 マイナンバー読み取り機能にも対応している。PC 向けウェブブラウザが標準装備されている。携帯向けサイトは他のスマートフォンや PC と同じく閲覧不可。ありがとうございます。